釣りガチ勢の皆様、こんにちは。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回はですね、こちらの P ライン 1.2 号とですね、こちらのね、フロロカーボンのライン、30ポンド、こちらをね、GT ノットで結んでいきたいと思います。GT ノットですね、まずですね、こちらリーダーの方ですね、リーダーの方ですね、折り返していただいて輪を作ります。折り返していただいて輪を作っていただいて、この輪の中にね、2回ね、通します。1回、まあ、片結びを2回片結びのね、2回入れるバージョンですかね。こうね、2回入れて輪を作ります。もう一度やりますね。まあ、普通にね、こう1回2回ね、輪を作っていただいて、そのままひねるとですね、途中でね、よじれてね、8の字のようなね、形になると思います。こういうふうにね、ラインがクロスされてね、8の字のような形になります。こういうふうにね、これをちょっとね、こう広げていただいてね、癖をつけていただいて広げます。で、この入ってる方向と同じ方向にね、この P ラインをね、入れていきます。これね、下からね、この先とか出てるんで、下から P 入れますね。このパターンのね、ラインの結び方ね、非常に多いです。それで、こちらはね、上からね、刺して、下から抜きます。言うとね、抜いていただいてですね。で、そのままね、こちら15センチほど出していただいて、あとはリーダーをね、もうこの時点で引き締めます。ギュッとね。なるべくね、こういったね、締める場合はですね、まあ、締める場合はですね、なるべくね、こう、水で濡らしていただいてね、もう全体的にね、濡らしてしまっても構いません。こういうふうにね、ライン自体、縛る部分はね、濡らしてしまっても構いません。そしてですね、こちらのですね、ヒゲの部分ですね、ピンの先糸のヒゲの部分、これでね、ユニノットみたいな形でね、こちら、折り返していただいて、輪を作ります。こういうふうにね、輪を作ります。そしてこの輪の中にね、5回先糸を通して引っ張ります。で、やってみましょう。5回入れますね。1回、2回、3回、4回、5回。5回入れていただいたらね、このままゆっくり引っ張ります。ぎゅーっと。まあ、上の方にね、やっぱり本当に構いません。そして、こういってね、結びをちょっと濡らします。そして先糸ね、キューッと引っ張りますね。あとはね、このリーダーの本線と P のね、本線、こちらをね、ギューッと引っ張っていただきます。そうするとね、電車結びみたいにね、真ん中に結び目がね、寄ってきてですね、ここで交差します。そしてね、ここでギュッと縛ります。これで、ね、強く絞って構いません。この際ね、革手なんかをね、するとよりね、よろしいと思います。ちょっとね、革手の方をさせていただきます。手が切れてしまうんでね、リーダーをね、ちょっと指に回していただいて、本線のね、P の本線も指に回していただいて、そしてね、これでギュッと引きます。もうこれ以上引くとね、P が切れると思いますんでね。そしたら手袋をね、外させていただきます。あとはね、残ったライン。こちらね、あとはヒゲの部分ですね。これをね、もう根元の方からね、切っちゃって構いません。このリーダーの方はね、1、2ミリ残してね、切られればよろしいと思います。
ちらの PE ラインの方ですね。多少残ってますけどね、まあこれが気になる方はね、ライターでコブを作っていただいても結構です。でこちらでね、GT ノットの完成になります。それではね、皆さんね、またお会いいたしましょう。さよなら。